いや、ここマジでわかんないよな。カイロスかなって思ってるんだけど、これおかしいの。何がおかしいかっていうと、普通、これマジで考察なんだけど、今までのポケモンのナンバリング的に、ストライクの後にもしカイロスが出たとして、ハッサムが出てきてるから、これありえないんだよ。図鑑的に。だから、ストライクの何かか、ハッサンの何かなんだ、これ。で、俺ストライク使ってて、進化がなかったんだね。ってことは、夏希ではないの。おそらく。夏希だけじゃない、と思うのよ。で、アイテムが、ハッサンにメタルコート使って、まあもちろん進化させたんだけど、おそらく、ここ、ストライクに何かアイテムを俺は使うと踏んでるのね。で、今、正直一個、ずっと気になってるアイテムがあって、拾ったアイテムで見たことないこの、これがあるのね。黒の奇跡。これ、ストライクに、使えるんじゃないかと。僕、そう考えております。イジッパ。ストライクに使えます。すごくない？俺、天才じゃないか？今、適当にペラペラ話してたら。マジか。どれになるのこれ。おお、見た見た。いや、俺こいつに、こいつを倒しに行かなきゃいけないんだって。はぁ、ネタバレかよ、マジで。こいつになるんだ。いや、ちっさ、そしてお前。推理パートで当てちゃダメだろ。いや、それが、俺このアイテム、たまたま、その今、拾ったから、思いついたようにペラペラ話したんだけど、その、俺めちゃくちゃ少ないんだよ、持ってる数が。60何時間やって、62時間やって、今ので3つ目なんだ。めちゃくちゃ少ないよね。いや、多分だけど、普通に、鉱石ぶん殴ってて、出てきてる、これ。出現率が多分、めちゃくちゃ少ない。当てる、違うか、の下りじゃないんだ。俺、こいつに会いに行くメインクエストで止まってんのに。あれ？体重俺と変わんねえやん、こいつ。俺の方がちょっと重いな。